校長見てるよ。ちょっと待って、いやでもさっき一瞬通り過ぎただけ、今ゼロになっちゃった。こんにちは。はじめまして。はじめまして。橋本茂樹と申します。橋本と言います。よろしくお願いします。今日は、ください。撮影舞台でございます、私。じゃあ、
磯貝より先生です。波間空選手です。ごめんなさい、お名前もう一回いいですか。高島です。高島さん、どちら出身ですか。沖縄です。高島さん、高島何しろ、何喜一郎さんか。はい、よろしくお願いします。今日走るんですか。 OK が OK です。じゃあまずはミニハードルから。ミニハードルじゃなくてハードル、これ何、ウォーミングアップなんですか。まずアップです。はい、はい、これ俺もやるんですね。やりましょうよ。はい、今ね一人見てます。誰かしらが分かんないですけど。さあどんなメニューでしょうか。リオンくんが見てる。あら、リオンくん、リオンくん、
3人に踏めました。ありがとうございます。今中さん、ようこそ。
周平さんにナイスチャレンジって言われた。いやむずいわこれ、見た目以上にむずいですよ。かわいいじゃん。できるこれ。いやマジでむずいよ。
いや、いいね。ありがとうございます。4人目、ともふみ草加さん、ありがとうございます。ゆりパーソナル発注お待ちしております。さあ、次行きましょう。あるやつですけどね、初めてやったらめっちゃ難かったっす。目自身投げます。目自身投げてきます。よいしょ。こわThank you.
体以上に難しいですこんなにできないもんな動き難しいですよ。メディシンいつもやってるんですよ。はい、ありがとうございます。勝手にしました全然違うね。
ディシンをやるとフィジカルの差がめちゃくちゃ出ますね。選手エグいっす。山本さん久しぶり。大体2人。あ、いますか？なんか入れ替わり立ち替わりっぽい。富田さん、お久しぶりです。ちょっと休憩して。次はミニハードル？ミニハードルです。OK です。
なんか書くことあるかなと思って。なるほど。いや書きたかったら使えますよっていうだけで。ずっといてくれるんですね。ありがとうございます。よりパーソナル実況生中継でございます。続いてミニハードルメニューいきます。何足長？三足長。とりあえずさ、6台頼むよ。はい。ミニハードルで何やるんですか？お、スイッチですね。俺得意？一応できると思うけど、これならできそうだ。はい、なるほど。6台ですね。三速調で6台のホップ&スイッチ。どっち側の価格がいいかな。向こうサイドがいいかな。
い量。怒ってる。Yeah.
Okay. Thank you.
そう思ったけど、3分じゃ無理やな。え、ガチで行こうか。中京。最高。中京。中京。中京。
あ、秋葉さんだ。秋葉さん、こんにちは。よいしょ。
あ、いいえ。どの辺にしましょうか。この辺にしとこうか。よし。昨日ヤギ言ってこれ。そうだ。嘘ついて。Thank you.
なんか中に全部回ってあ、ごめん、返す。待って返す。マジで返す。足が返す。橋本さん、ありがとうございます。ユリパーソナルです。ただいまですね、こちら広めのマーカー、この5速半置いてですね、そこをなんか2歩でピッチが崩れるの加速は
か。2歩いけない、これ最後前みたいに流れてたら2歩いけないよね、ここ。いい感じです、すげえ。マーカーの感覚気になっているようです。これはね、企業秘密じゃないでしょうか、わかんないけど、これね、ちょっとずつ広がってます。あのスピードに合わせてマーカーの間隔を2本のストライドに合わせるようにちょっとずつ広げております。でこれは人によると思うので、まあ、ゆりちゃんが今波間選手のストライド見て計算してちょっとずつ広げていくっていう感覚をね調節しております。なんでその人のフィジカルと
まあ、ストライドの特性によってですね考えるという感じになると思います。わー素晴らしい。この後半のめちゃくちゃ広いんですよ。これ結構広い。ラストのマークはこの何メートルぐらい2、3、5メートルある。5メートル60。お、2歩の1、2、3のストライドでやってます。マーカーコーンの感覚どんぐらいですか、ね、気になってらっしゃる。でもだんだん広がっていくってことね。あ、広がっていってます。というさあラスト仕上げに走って終わりです。オッケー。
あ、一石さん、ありがとうございます。はい、はい、スプリントメニューは終了です。最後クールダウンで、お疲れした。まだ終わっていない、マジで。何ですか最後、何ですか。じゃあ俺、意外と最後の一本きつかったわ。はい、そうだよね。現役のメニューにやっぱ大変だな。最後ハードル、はい、マジで。え、こっから、こっからそれやんの。 OK、 よし。
してんのか。1、2、3、4、ああ、ぜひぜひ。ああ、確かに全然足りてない。足りてないの。いや、そう立てないね。立てないです。で、あ、なんか安定できない。俺がThank you.
見てくださってます、ありがとうございます。最後のメニューはきつかったですね。腸腰筋にかなりきます。なるほど、こんななってんだ。初めて入った、こんなとこ。いいね。いいっすね、師弟関係が背中から伝わりますね。リオン君が、リオン君見てくれてる、うん、最後のあの腸腰筋のやつ結構お気に召したようで、やりますって言ってました、うん。いや、ゆり先生のレベルを目指してほしいね。リオンはいけそうな気がするな。今見てる見てる。やってみーってちょっと煽っていいよ。よっしゃ。腸腰筋30回、4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30。いい？お願いします。50。でもいけそうじゃない？うん。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,40 1,2,3,4,5,6,7,8,9,40 はい、疲れたけど終わりにしよう。